95点ぐらいですよ。疑問詞は1個だけですからね。本当ですか、はい、だんだん危なくなってきましたね。よし、大丈
そうですか、簡単に。いや、結構危ないですね。上手に死んでくださると怖くないですけど、ちょっと死にたくないですね。その親戚みたいになっちゃう。よし、次これを。これ大丈夫。ちょっと危ないですよ。まず先生、どこまでもついてきます？いや、そろそろついていかないです。
ビデオ。ビデオやってるんですか。どうやってやるか。ももちゃんのことですから、聞いてください。ここ押さえますか。聞いてますか。はい、じゃあね。こういう切るの。大きいとこが分からない。スイッチだ。スイッチですか、これですよ。写真の週刊後とかにお渡しする。そうなんですよ。じゃあワイキューとかいいんじゃないですかね。え、じゃあワイキューとかいいんじゃないですか。あ、いや、いいです、いいです。いいですか。やめときます。やめてた。やめてた。もうやったら当たりされるし。そうですね。そこだったら切れちゃいますからね。ねえ、ありますかね。ありますよ、大丈夫です。そこを抜いたっていうことは違うでしょ。いやいや、そっちも怖ないですね。あ、ここに来て、はい、そうです。置いているロットをしちゃってるんですね。
ょっとこれ電池切れたんかな。赤いのがペカペカってのどういうんだろうね。ああ。もう一回押し直します？これ本当だ。でもこれ大丈夫、これ秒数が進んでるから。そうか。なんだろう、じゃあもう一回これしたらいいかな。大丈夫大丈夫、秒数。先生まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫ですけど、こっからの数値は大事ですね。あと10点ぐらいってところだいぶ追いつかれちゃってますから。先生、追いついてこないと言ってないからの数値ですか。でもそんな大きいではないでしょ。そんな大きいではないですよ。そうですよね。一つだけ大きいとこあるんですよね。ちょっとだけ打ち合わせちゃいけないところがあります。これ私分かんなかったら明日の朝まで考えとくんです。普通の寄せの大きいとこですよ。あれ、岸じゃなくて、ただの寄せで大きいとこ、はい、持ち時間、8時間ですか。ここそうですけど、もう一回り大きいとこありますね。そこは後ろからだけの先手ですからね。見ました。はい。左というか左上というか。左上ですね。ただの羽？そうです。ただの羽が飛び抜けて大きいです。こんなところからですか？はい。またおかしなってた。
ですね。ちょっと暗いんだよね。全く系ですか。後半は時計だといいんですか。はい、それは時計でも余計危ないですね。余計危ない。だまって思うのね。ここの切りがあるから。そうですね、後半は時計は気になって。いいですか。もう姿形にものすごく気にする人ですので。それ素晴らしいことです。姿形今中国とか韓国とかは姿形でどこが見せれるかとか。ビデオカメラ、ビデオで。
ないですよ。だいぶ近いですね。ですか。あれですか。それ筋が良すぎますね。もっと筋は。あ、黙ってこうやっていくの。先生とは大きいところでも子が小さいところでばっかりっていうことは。若干ありますけど。やむを得ない部分もありますね。本当に、はい、ありがとうございます。みんなそうなんで。抜いても出てこられるの。あら？大丈夫ですか？全部いきますか？ああ、それも中国でしたね。食べると必要はないんですか？こうされたら取れちゃいますね。これはこうしないとどんどんで取られちゃう。いや、先天大さんはどこから1個ずつ出た感じですけどね。だってどこありますの？例えばこういうところとか。あ、これ、これよりも次も手前ですからね。次がないじゃないですか。これも次がないじゃないですか。あ、そういうことですか。はい、次があるところ。次のところでは受けてくるからね、はい。相手が受けるところ。相手が受けるところっていうと。いや、もうないかもしれない。その1個はチミネーションが2回ないぐらい細くなっちゃいました。なるほど。相手がクッパしないですかね。ここにいいですか。はい、一緒です。はい。
ここでもいいですね。はい、いいですね。はい、もうじゃないですか。これ関係ないです。ただゼロですね。はい、あ、そうですか。先生、ドラ様ですか。高いですよ。いや、ドラ様ですか。あー、いける。コメさん。ちょっと待ってください。これが詰まってくる。もうじゃいいかな。はい。久米さんって方なんだけど、はい、はい、こんにちは。はい、私なんですけど、はい、あれやいいですか。いやー、事故になっちゃったかもしれないですね、これ見ると。あ、そうですね。画面詰まると危ないですみたいな。まあ、ここからやってくるんですか、先生。そうです、ここからやってきて、っていうことは、どうしないといけばいい。ああ、でも本因坊の石3つ取っただけでも。3つなんですか。もうそれ、それだけでも今日は満足です。遠いとこから来た甲斐がありました。遠いとこから1、2、3、4、5。ここを積んでるだけで並べるのは上手いんですよ、私。並べるのないですか。早くて、いやでも先生の方が早かった。いや、まだ終わってないです。うわぁ、先生。あ、ごめんなさい。どうしよう、先生。やっぱりあんまり上手じゃなかった。並べるのも下手だ。いや、面白い字難しいですね、作り方。ねえ、先生。わかります？はい。小さな字ばっかりで。これでいいですか？あ、まだ、まだ。先生、これ先生、それ白字ですけど、おかしいですね。いいけど、やむを得ないですね、この感じは。これで、取っちゃっていいですか。これとこれと、これとこれと、先生、はい、交換して、はい、で、1、2、3、1、32、10。あ、ここも先生のじゃないですか。いいです。いいけど、ここもあるんで、ちょっと分からついてるんだよね。先生、全然上手じゃないじゃないですか。私ここから取っちゃっていいですか。こう取って、で、こことこことここにしましょうか。じゃあ、20、30、46。20、30、47です。あ、すごい先生。はい、もう打つ前からもう数えてらっしゃった。打つ前からというか、打つながら毎回数えてますけどね。ありがとうございます。恐縮です。いやいや、これどうです先生、乗せられるような語でした。乗せられると思いますよ。あ、本当に。じゃあ、いいじゃないですか。ちょっと収納時間で寝るぐらいですね。早いな。できるかね。じっくり考えたら先生もっと強いんですよ。あ、そうなんですか。まだもう今日はそれどころで。3つぐらい先生書いていただきたいんですけれども、はい、どう書けばいいですか。何書くんでしょう。あの、なんか丸かどうですか。そう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 、はい、書くのは言えばいいですね。はい、これ、ここまではいいんですか。いいです。これもいいです。はい、じゃあ手抜いて、はい、先生、たくさん定石ご存知だから私も今もあった。いや、でも全部手抜きに。これ手抜きでいいんですか。あ、いいですよ、手抜きで、はい、はい、
これ掛け継ぎですか。いや、飲んでいいじゃないですか。いや、だって悪いところもあるもん。形は悪いです。これでいいですよ。ここまで完璧です。これ先生、ここですか。いや、ここは変でしょうね。裾分けみたいなの、ね、ですよね、はい、これでいいですよね、はい、これ伸び出したら、はい、逃げ出されると怖いんで守らなきゃいけないんですけど、これはすごい中途半端ですね。あー、どうするんですか、まあ、こうするんですか。そうです、こうとかこうとか。こういうのヘボコスミって言うんですかね。言うんですかね。どうなんでしょう。ヘボコスミとはちょっと強い気もしますけど、取れてないですもんね、これじゃ。なんか不安ですよね、まだ。なんかないですか。それ不安に感じないんですよ、鈍感だから。なんか形が、なんかちょっと、ちょっと。そうかそうか。これの一点も一つだけあるんですよ。ここに付けた時につけれるんですよね。ここの出ていく時にはすごい便利なので、その点いいんですけど、さっきやらなかったですね。普通はこうです。まあ、でもこれも別にここに強いんで。あ、先生、こうさっきの時こう、はい、こうやってこうやって上にこうつけてれば、足りなくていけないですよね。そう、死んじゃいました。つけるべきだったんですね。はい、ぶつかってもこうやってちょうどいいところにいるので、そういう時には便利なんですよ。これ切られちゃう。はい。ということはそうやって、こうやってればこれの顔がすごい立ったので。そうですよね。はい、先生、これもあれだし、はい、こっちも行きなきゃいけないし。こっち打たなきゃいけないんで、こう守って、こっちまた行きなきゃいけないんで、こっち攻めに行ってっていうので、もう楽勝だったんですけど、ここさえ打てば、最後に。だから、この場合、悪手でもあり、ここにさえ打てば、はい、別にそれなりの顔が立つ手なので、そんな悪い手じゃないです。だから、ここまでは悪手と言えるだけはないです。これ全然こうしようかなと思って。あ、その方がよかったかもしれない。大直感。でもいつもこれがね、はい、いつもこの形って。あ、また。嫌ですよね。なんか団子の。そうですね。まあでも、普通は強い石なんですけどね。あんまりほっときすぎると、すぐ危なくなっちゃうんですかね。うん。今みたいに。よくね、よくね。でも普通は自然ですよね。これ、こういう感覚は大事ですよ。これいい手だと思います。ああ。っていうことじゃないですけどね。で、こう突きがありますよね。突きなら受けててありがたいんですけどね。あ、そうです。はい。私こう打ったんですけど。はい、ただこれはここがあるっていうことだけ分かってれば、どっかで守ればいいんで。じゃあ先生、こうやって降りている。それでもいいですよ。もっと攻めていってでもいいんですけど、攻めが終わった時にはここがあるなと思わないと、攻めてる途中は来ないですけど、うん、はい、だからまあこれでこういう風に打って酸素をなくしておく手もありますけどね。こうやってこうやってこうやって、あ、うん、でも別に対してこんな 2,3 箇所しか書かないのに気にするようなところじゃないです。はい、はい、順調にして、ね、ちょっと余って抜いたんですけど、はいはい、手抜いたんですけど、はい、でお小さいですか。 それ決めたらいいんじゃないですか。いいですか、はい、見事で手抜いて、はい、であっちを攻めに行ったんですけど、いえ、こう打ったんですね。ああ、じゃあこれが本当はここに行ければ最高なんですけど、ちょっと怖いですよね。おお、ちょっと無理です。おーっていう感じにならないで、こう打ったんですね、はい、ですからここでこれを攻めるためにこっちから攻めていけると思うんですね。これが最初の口じゃないですか。なるほど、そこから攻めていければよかったと思うんですよ。だからここが三々があるっていうふうに意識して最初からしてればここに打てたんですよね。これがこのまま地だと思ってると絶対そこに行かないですけど、ちょっと広すぎちゃうので地にはならないです。これ先生必要、はい、あ、でもこれこっちから行きましたね。こうやって、はい、こうやってこれ必要、まあ立派な手でしょうね。で、こうやってこれ打ったんですね。で、こうやったんですね、はい、3、はい、これ渡らせるんですか。いや、渡らせないのはいい手です。今攻めてるんですよね、うん、攻めてるので渡らせないのは大事なことです。で、これこっちも渡らせない、いいじゃないですか。ですか、はい、で、こういう手です、はい、これ先生死にません。死にませんけど、
もうちょっと攻め方が下手。攻め方がちょっと失敗しましたね。こうやるんですか。ですね、いいんでしょうね。これ下から行ってるじゃないですか。結構本気の攻め方なんですよ。これこっちから行ってる方がいいんですよね。押し取る気がないな。これ上で。いや取る気満々ですよ。取る気満々だな。これ取る気満々。この本因坊選手中にお忙しい中、羽根直樹さんに来ていただいてありがとうございます。今日いらっしゃったっていうことは、余裕で勝てれるってことですかね。いやもうかなり前から出て入ってましたからね。いや今日は初舞おめでとうございますって言ってそういう予行練習をしてたんです。これですね。これはまだ無理じゃないですかね。はい、あの方は勝ってたと思うんですけどね。5曲目ですか。5曲目はもう負けです、ね。そうですか。やっぱスポンサーのために第7曲まで。いや早めに終わりたいんです。それでは、ちょっと序盤ですけれども、何曲か、布石だけやりたいと思いますので、まずこれ先生、第1曲目ですね。はい、覚えてらっしゃいますか先生。まあ、なんとか大丈夫です。なんか大丈夫ですか。でここまでは先生、2年生お好きですか。いや、あんまり歌ないんですけど。なんか、キム・スジュンさんにおっしゃる、はい、2年生は今時打つのは竹宮先生しかいないとか言って。あ、そうですか。おっしゃってますけれど、白の2年生、本当は好きなんですけどね。はい、黒の作戦を避けるために小目にいろいろ打ったりして避けようとするんですけど、まあ、ちょっと今回まともにいってみようかなということで、まあ、2年生自体は好きなんですけどね。あ、そうですか。はい、黒白の場合は、はい、すごいですね、ちょっと覚えてらっしゃいますね。今のところ大丈夫。ありがとうございます。ね、この定石はいろいろありますけど、つけて、はめて、で割り込みますよね。はい、こちらもこちらもありますよね。あ、一応ありますね。ね、こちらの方がおすすめでした。一応あるんですけど、これはちょっと特殊ですね。あ、そうですか。はい、じゃやっぱりこちらの方が、はい、右の方が普通だと思います。はい、これ当たりですよね。はいはい、これ主張関係がありますので、主張が黒がいい時には切りが普通ですね。で、それで主張が悪いからちょっと不都合がある時にはこっちからわざと避けるんですけど、はい、これまあ自然になるのはこちらです。で、はい。はい、ね、これもですね、すぐ私なんかすぐ間違っちゃうんですけど、はい、こっちとこっちとあるんですけど、はい、あの曲がるのが主張関係ですね。ですね、はい、主張が良ければ白曲がりたいんですけども、はい、まあ、継がれて押さえと主張が見合いと、はい、多分主張が黒良かったはずです。打ってないので、はい、黒ですね。で、はい、先生、次どこ覚えてらっしゃいます。はい、覚えてますよ。はい、どこでしょうか。飛びですね。はい、はい、先生、38分もお考えになられたみたいですけど。はい、あのすごく不自然な手なので、はい、あの皆さんはここには打たない方がいいです。はい、おすすめは全くできないですね。後が非常に難しくなります。はい、ここで皆さんにお勧めするのはここの間に入ることです。ここに入るのが絶対正解だと思います。普通に考えると、あのこちらに入ってもこちらに入っても白が一方的に攻められますよね。ですからそういうところ入るのはあまり儲けが少ない、苦しんだだけってことがよくありますので、ここに入ると、例えばこういうふうに入るとこの黒も弱いのでお互い弱い戦いですよね。ですから戦いがすごい楽ですし、その飛んできたらまた飛んでいくという感じで、こういう実戦でもありましたから、これなんか自然だと思います。はい、実戦ちょっとひねってここ見てみたんです。があるということで、はい、どこに守るかを引いてからどこ打つ手を決めようと。あ、はい、真ん中に。で、大体普通先生、はい、あっち黒さんの字ですよね。はい、黒の字です、ね、こっち白さんですよね、
こういうところが大きいような、はい、こういうところとかこういうところが大きいように見えるんですけれども、はい、だこれいいんじゃないですか、いいですね、正解だと思います、ねはい、ですよね、はい、そっち打ちたかったんですけどね。じゃあなんで、あのこっちに打つと 黒さんはこっちが地だからってこっち主張しますよね、うん、でその打つときにコスむと思ったんですよ。はい、コスんで来られてからここ何か荒らしに行くのは非常に難しい、どこに打っていいか全く分からなかったので、この形よりもいい形にしていたかったんです、はい、ですからこっち桂馬するのを大前提に実戦は狭いんですけども、こっちから打っておけばこういうふうに打って、もう部分的にはありえない打ち方なんですけども、こっちに打ってもう一回黒に打たれた時にコスミより良ければいいなというためだけだったの。先生でもここっていうのは大体こんなとこに打ったら、はい、焼き餅の手だと私は思うんですけど、はい、もうその通り、ね、焼き餅の一番最たるような、だいたい広いところから打つと勝てると言いますけど、はい、そこ狭くない、はい、狭いですね、狭いですね。ね、ましてやこれで例えば今打たれましたよね、はい、でこうで飛ばれまして、で白さん黒さん桂馬、はい、そこで、はい、これはちょっといかにもずうずうしくないです、まあ、ずうずうしいですよね、ちょっと危なくないですか、はい、ですから、まあ、普通は皆さんにはこう弱い石はほっとかないでちゃんと守りなさいって教えるんですけども、ここ後手引くようだったら本当に狭いところ荒らせようになっちゃいますから、もうこれは先手取ってここに打つという前提だったんでしょうがないですね、だから皆さんにはこれちょっとおすすめできない、この飛びからの一連のコースは全くおすすめできない打ち方です。激しい碁だったんですよね先生ね。そうです ね激しいというか、まあ、うん、ずっと難しい碁でしたけど ね、うん、でも、これは1局目ですけど259で夜の7時53分ですね、はい、2目半勝ちまず一勝されます、はいはい、そうですね、すごいですね、はい、先生、だから皆さん帰るときはこっちから帰るのをお勧めしたいんですよ。そうですね、はいはい、部分的に帰ったらこっちですから、はい、まあ、熱い方なんですけどね、はい、部分的にはこっちですよ、はい、ただこっち後手引いてこっち 守られちゃいますから、先手取りたかったのでちょっと特別な方をしたという1局です。その前にちょっと言い忘れておりました、あの NEC 優勝されました。タイトル数が覚えてらっしゃいます？全く知りません。あ、そうですか、教えてあげます。16です。16なんですよ。で、今期また取ると17です。あ、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、もう取ったようなもんだと思うんですけども、いやいや、全然全くそんな気分じゃない。じゃあ先生、第2局目です。第2局目は高尾さん黒いですね、はい、こっから打つもんですか、こっちから打つもんですか。好き好き、好き好きですね。あ、好き好きですか。竹部、はい、先生はこっちの方が大きいって言ってますよね。誰が竹部先生、確か、あ、素直に考えればこっちだという、まあ、これは正しい説なんですよね。ここを打って一番広いのはこっちですから、広い方を打つの素直なんですけどね、はい、あ、なるほど。ただまあいろいろ理由があるんですよ、相手にもよって、相手がどの布石が好きかにもよって2手目でも変わってくるので。なるほどね、はい、どちらでもいいですよね。こっちか、あ、そうですね、5がシマですね、で、6が昔はこういうのは、はい、大体割り打ちしろって言って、はい、ね、そうですね、でも今割り打ち少なくなりましたね。前よりは減りました ね前はもう当然っていう感じで 100% そうだったんですけども、ね、今はいろいろあります。白石と黒石を入れ替えると、はい、そうですね、はい、おっしゃる通りですよね、はい、なぜ少なくなったんですか、割り打ちは。締まりの方がやっぱ大きいんですかね。いや、締まりが大きいっていうのもありますし、何か、この布石があまりにも多いんですよ、うん、ですから黒が作戦を立ててこれ来てるの分かるので、まあ、ちょっと避けようかなっていうのもありますし、まあ、前よりもこう締まりからこう開く、ここに打たれてもそれほど怖がらなくなってるんですよね。でも例えば長地君先生だったら、はい、こんなとこは黒字じゃないとか言って土足で入ってこられますけれども、はい、私たちはちょっとね、奥ゆかしい私たちだったら、こんなのがとてもとても入れないから、ちょっとこういうのはちょっと作ると怖いんですけれども、はい、この構えは黒としては最高の構えですから、これ、後が荒らしがうまくないとちょっと難しいですよね、うまく荒らす自信がある方がこれはやってもいいんですけども、まあ、普通は、この割り打ちは、いかにも絶好点ですから、ここに打つのをおすすめはしますね。うん、そうですね。はい、で
一番行きたいところ、はい、あんまり絶対ないですけど、やむを得ない。これ先生、一見に挟まれましたけれども、はい、受けはいかがですか。いや、受けでもいいですよ。受けでこれも好きな方、はい、まあ、好きな方でどちらでも、まあ、個人的にこっちが好きなんで加えるんですけど、大仏なら、うん、加えられて、これも一曲は一曲、一曲は一曲、はい、でまず挟むって言うと、おしバックに白さんがいるときはあまり挟まない方がいいかなと思うんですけど、そんなことないですか。それはそうでもないですね。これもさっきと一緒なんですけども、こういう風になると白っぽいですよね。これを荒らすのが上手くないと、こういうのは作らない方がいいんですよ。で黒はこちら打って、白はこちら打ってということになった時に、これ荒らすのが上手い方が勝つんですよ。ですから荒らすのがどこ打っていいか全くわからないっていう方は、こういう形を作らない方がいい、はい、ですからそれを防ぐ意味で早めに挟んでいくというのは、模様を作らせないので楽な方法だと思いますね。挟み方もこの6箇所ありますけれども、はい、6箇所ありますけど、まあ好きなところで、あ、好きなところで、はい、いいですか、好きなところで。これが一番変化が少ないですからね。まあこれが一番好きなんですけども、変化が少ないです、で、三三、はい、三三ですね。これも両掛かりもありますし、あ、ありますけど ね、互い線では少ないですね。あ、なんでですか。あ、ちょっと不利なので、あ、はい、黒が多いところだから、黒の多いところなので、例えばこういうふうに来られても、あ、はい、まずでも上に行きなさいとか言いますけど、こういう場合はいいんですか。大体封鎖されますよね、はい、でも生きればいいって問題じゃないとかってよく怒られますけど、はい、皆さんこれ生きるためにこうやりますからね、生きるためにここに下にこすむのは良くない。ただこれは黒、これは白を生かさないために黒をこうやるんですね。でかけてくるのを待って出切っていく、結構強情な手なんですよね。強情というのか、白が強情だったのか、白が無理なので、もともと黒としてはこう順番に順番に出ていって、この白さんもらったと、あ、はい、ごちそうさまと、はい、ここ黒字ですからね。でちょうどいいとこ挟んでますし、ですから両刈り自体本当は互い戦ではちょっと無理なんです。あ、わかりました、はい、それでも黒が多い時は、さんに、はい、で、はい、で先生これもですね、いっぱいありますよね、はい、だいたい定石はこうやってこう、はい、スーザーありますし、はい、こう触るのもありますし、はい、ね、今なんか出てくるのが、あ、それが多いですね、ね、多いですね、はい、でここ穴が開いてますけど、はい、大丈夫ですか。まあ、今のところ大丈夫ですね、大丈夫ですか、はい、じゃ出ますよ、はいで切りたいんですけど、なんか切る方向間違えるとなんか大失敗しそうな感じなんですけど、どう考えたらいいですか。そうですね、この形はですね、普通は取りたい方の反対切るんですけど、両方取りたいときは、両方取りたいときはより取りたい方で、より取りたい、なるほど、そうですか。だいたい切った方を取ってきますから、はい、だからこっち切ったらこの2目は取れるわけです、うん、はい、こっち切ってこの2目を取って満足であればこれが正解なんですけども、なんか真っ白ですね、はい、でこう飛び出されまして、なんか壁にくっついてる感じもしますし、そうですよね、はい、ここでこう黒が打ったような感じですよね。で模様を張ろうとしたのに飛び出されてしまうと、もう消えてしまってますので、はい、ですからこの場合はこの2目を取るっていうのが取りたい石じゃないんですね。これがですから逆の、はい、こちらを切る、切った方を取っていきます。で、いきますけど、これもまたありますね。で、こう引っ張るやつ、はい、ね、はい、こうどうですか。これと頭を押さえるのがありますか、ね。あ、これは両方ありますよ、ね。はい、お好きな方で。お好きな方で、はい、こっちも、はい、はい。で、先生、傷が2箇所あるように思えるんですけれども、はい、まあ、普通はこうですね。皆さんこうやってでもらって構わない。そうですよね。はい、でもそうやると。白さんに、まあ、